はい、どうもグッピーでーす。コーヒーです。メガネでーす。はい、イバンチュ TV 始まりました。よろしくお願いします。今回もですね、なんと、オープニング後撮りでございます。釣りの方はもう終了となっております。すいません。でですね、今回は、茨城県の大洗、漁港に来ております。そちらの方でね、釣りの方を行いましたということですね。で今回はなかなかの、仕上がりとなっておりますので、ぜひご覧になってください。はい、ということで、イバンチ TV の釣り動画スタートでーす。はい、というわけでメガネ君、もう早速始めちゃったんですね。うん、入れちゃった。今日はサビキっすか。サビキです。はい、これ投げ釣り用の竿ですけど。いや、知らないですよ。釣りエラー一緒っすか。あ、釣りエラー一緒なのね。あ、まあいいけど。お願いします。はい、今日は何を釣りたいですかね。何がいいですかね、ここね。うん、わかんないな、俺も。でも小物系でしょ。シャコだから。シャコかな。シャコ釣れればね、あの視聴者数結構見てくれるか、みんな。シャコ釣って。タキ君、ここはちょっとさっき釣りおじさんに聞いたんですけど、はいはい、ここはあれですね、ボラが釣れると。ボラ、いろいろ釣れるらしいね、でもね。うん、サッパと、この城と、なんだっけ。まあ、とりあえずいろいろ釣れると10種類ぐらい釣れるらしいね。いや、頑張れば。だからハヒ君もね、今日サビキ釣りっすよね。まあそうっすね、うん、いつもフグだから。フグ以外で、うん、フグでもさっきフグ上がってなかったね。ちゃんとした魚上がってたから。あ、マジで。うん、フグは卒業っすよ、今日は。今日は卒業っす、うん、フグは卒業っす。もう仕掛けてきたの。あ、できたできた。オッケー、じゃあもう投入しちゃっていいよ。はい、じゃ今日はね、俺は餌釣りフルコースですね。サビキ釣り、浮き釣り、投げ釣り、この3種類やります。で、もうサビキ釣りをね、仕掛けできたんで投入しますね。さっき巻き餌巻いたらめちゃめちゃ魚影が群がってたんで、かなり期待できますね、これ。はい、タヒ君、整いましたね。はい、タヒがね、一番サビキに関しては一番やってるから、ちょっと期待しちゃいますよ。フグが釣れてるってことはね、それだけ他の魚もね、釣れる確率が上がる。頑張りますね。よし、何ですか。全然釣れないです。お前ら、あんだけ魚影も見えて、お前お隣さんも釣ってんのに、なんだこの集体は。おい、お前らあれだからな、今日釣れなかったやつ、あの戦力外通告するから脱退してもらうから。やったな。この城っすね。はい、一軍確定でございます。メガネ君、よかった。初だね、この城。この城っすね。メガネ君、この城ゲット。あ、これなんとね、メガネ君、餌なしでやってるんですよね、疑似餌の。まあそれが一般的なのかな。でもこんなちっちゃいとね、確かに。よいしょ。はい、はい、この城ゲットでございます。2匹目ね。このサイズでいいんだもんね。ああ、このサイズ普通サイズらしいですね。この竿釣れますよ。何何、この竿3000円っすよ。どうすか。ジャパネットメガネ。俺ら全然釣れないですね。結構見えてんだけどね、魚はね。見えてんだけどね。もう20匹ぐらいね、バーって群れで泳いでるね。そう。でも見えてる魚の釣るのが一番難しいらしいからね。ウピさん。はい、やりました。この城っすね、俺も。俺は餌漬け、エビちゃんつけて釣りましたね。俺の顔映せよ。俺の顔アップしろ。ほら、一匹目でございます。ターヒ君、ごめんね。そう。ごめんね、先に釣っちゃって。ちょっとね。よかった。はい、この城、三匹目でござるね。いい。いいっすね。やっぱ大体こんなサイズなんだね。ま
まあでもね、これがさっきも言ったけど普通のサイズだから、うん、いいんだよこれで。よっしゃ。一番の取れ高要因っすね今日ね、メガネくん。いやなんか、うん、はい、動画始めてまともな魚釣りしてるわ。そうだね。ちょっとイレギュラーな魚多かったからね。ね、うん、とかポピュラーなこのシロちゃんが釣れてよかったです、ね。あれ？すみません。あ、こっちです、こっちです。助けてください。あサビキングのカーヒ君、普通のメンバーで一番サビキ釣り経験が長いですけど。全然ダメです。聞こえねえんだよ。全然ダメです。全然ダメです。臭い臭い臭い。はい、ボラっすね、初ボラ来ました。匂いが臭い、本当に。ハズレですね、これ。ハズレなんですね、これ。食べらんないんで。食べらんないですね。いや、でも初ボラなんでとても嬉しいですよ。うん、バババって来たね。うわ、超血出てる。うわ、くっせ、マジ。うわ、フグ並みに臭いっすね。やだ、さよなら。うわ、はい、メガネくん、イワシゲットでござるね。よっしゃ。いやすごい調子いいわ。今日はね、逃げんだよ。ここにいろよ。今日はあのメガネくんサムネにしますから、決定です。あの子はちょっと無理そうなんで。本当、魚な。はい、もうちょっと魚寄せてくれ。はいはいはい、ルピーさん。はい、これはやばい、でかいね。サバっすね。いや、いろいろ釣れるな。背中の模様がすごい、うん、サバっぽい。サバっすね。いや、あの釣りのおじちゃんが言った通りですね。本当にこの城、ボラ、イワシ、サバ、何でも釣れるよ、本当に。俺が今イワシ釣って、うん、すぐの出来事だったからね。これ今来てるよ、流れが。来てますね。いや、嬉しい。でもね、あの2つぐらいちょっと、浮き深瀬釣りと投げ釣りに全く反応がないのと、あとそこで黄昏れてるターヒ君に当たりがないっていうね。ちょっと俺らは楽しんでるけど、やっぱみんなに楽しんでほしいから、俺はちょっとターヒ君にも釣ってほしいな。今流れ来てるから、この流れで行ってます。うん、だからメガネ、俺でターヒと、じゃあ次はターヒだよ。俺コンビニにちょっと買い物行ってきたんですけど、はい、その間どうでした？2回バラしちゃった。2回バラしたの？バラした。マジかよ。タヒは？俺は全く釣れない？ダメ。ダメだわ。ダメだね。でね、そんなタヒの旅にね、ちょっと私ちょっと差し入れを持ってきたんですよ。あ、メガネ君にも買ってきたんですよね。メガネくんにはこれね、口が寂しいからチュッパチャップスあげるよ。僕、イチゴ苦手なんですよ、ね。これですね、やっぱ釣れないとやっぱりね、釣りが嫌いになっちゃうと思うんで、この釣りコミックね、これをちょっと読んでもらって、はい、合間にね。で、やべえ、釣りが面白いみたいな。完全に暇つぶしじゃないですか。暇つぶしですけど、やっぱこれ読んでるとやっぱ釣りしたくなると思うから、それでちょっとモチベーション上げてもらって釣りを楽しんでほしいですね。つまんなそう。おい、批判すんな。お前、釣りコミック面白いかもしんねえだろ。お前まだ読んでねえんだろ。チュッパチャップス美味しそうだね。やった。あ、こっちですか。やった。はい、この城6匹目かな。先ほどのこの城からわずか3分の出来事ですね。これ2匹ついてたの？2匹ついて、1匹外れた。1匹バラした？うん、あー、しょうがない。この城7匹目がね、はい、この城を8匹目でございますね。すごいわ。あー、外れ引いちゃった。いやいや、外れ引いちゃった。あっ、風ね。いやー、でも初ボラっすね。いや、引き強いわ。あっ、強い。あっ、デデデデン。はい、ターヒ君、念願のやっと開始3時間ぐらいでやっと釣らしてね。よっしゃ。はい、このシロちゃんでございます。ついつつね、俺が嬉しかった。俺らの方が嬉しかったよ。いや、ほっとしたよ、本当に。
これで戦力外通告は免れましたね。免れたね。よかったよかった。はい、ゲットでござる。はい、たいひくん、あれ、2匹目2匹目だ。あ、2匹目か。そう、俺とた、どっこいだな。どっこいだな。はい、この城2匹目でございます。やべ、このままだと俺がたいひ抜かれちゃう。俺が戦力外通告受けることになる。タコ釣ってる。タコ釣ってる。え、釣れたってこと？あのおっちゃん釣れたの。はい、何すかこれ。ボラですね、多分。このこの匂いは、ああバッドスメール。ボラ2匹目です。はい、臭いね。ボラ、ボラレッチャンでね、なんかだってこんだけいいんだもん。こんだけボラがひしめいてるから、それは釣れるわ。はい、タヒ君、上着4枚目っすね。あの、スノボでも行くんすか？いや、もう寒くてダメだ。寒い。まだ10月の、ここ関東っすよ。まだ全然寒いの。12月の東北じゃないっすよ、これ。あと3枚くらい欲しいよ。あと3枚くらい。改めて見ると、お前ひでえな、その、タオルケット。これしかないんだよ。寒さを防げるものが。仮想対象じゃねえかよ、マジで。はい。寒すぎる。というわけで、この城ね、10匹以上はもう釣ってるね。もう終わりでもいいかもしれない。もう死んじゃうよ。寒くて、寒くて、なんか。はーい、鱗まみれです。イワシ、結構大きいサイズですね。最初はしました。この、この汁だと思う。もうピンタされてる。おお、イワシピンタされてる。タイさんとグッピーさん、はい、2人してちょうど、ちょうど同タイミングでね、で味ですね。はい、これでね、なんとサバ、この白、ボラ、あとは、イワシで、アジで、五目釣りっすね。やりました。すごい、この釣りポイントいいね。ほんと大洗はマジで釣れるわ。いいわ、最高だね、本当に。これからちょっと釣れなくて没動画が多くなってきた大洗に駆け込もう。いや、やった、やらっしゃ。いや、超綺麗ですね、この夕焼けの、この大洗港の、大洗漁港の変人が混じるね。フェリー乗り場のとこですかね。うわー、夕日綺麗。このままエンディング撮りたいわ。お前がまとめてくれんの、エンディング。はい、今日はここはどこですか？それオープニングや、それ。はい、どうでしたか今日。いや、なんかなんだかんだ俺が一番 MVP だよね。そうだね、釣った数で言ったら本当にメガネが一番、もう20匹ぐらい釣った。いや、そんな釣ってない、15匹ぐらいでも釣ったのかな。なかなかね、いろんな種類も釣れて。確かに。やっぱね、意外と日が落ちてきてからのがいろんな種類釣れるのかなっていう感じはするかな。マジで。で、あと注意点としたらね、あの釣り中級者とか上級者の人は分かってると思うんだけど、夕方になるとね、ほんと寒くなるから。そう、本当に今こんな格好、恥ずかしい格好してるけど、手が震えてちょっとカメラが持ってないぐらい今寒い。あの車とか来る人は、うん、後ろに羽織るものでも1枚でも入れておいた方がいいですね。ほんとね、ダウン着ても申し分ないぐらいだもんね。はい、というわけで、いや、はい、そんな感じで、大洗漁港のね、釣り、これでじゃあエンディングで締めでいいかな。いいっすか、こんなしょうもねエンディングで、ボソボソ声の俺で。ちょっとあの動画見てみて、ボツだったら他ので取り返す。取り直しましょう。はい、じゃあたいひくんも、じゃあ締めの一言お願いします。はい、ね、まあ、前半は釣れなかったんだけどね、はい、まあ、後半に、まあ、まあ釣りさっきですけど、はいはい、アジ釣れたんで。アジね、うん、まあ、よかったと思います。小学生の作文じゃねえんだぞ。まあね、でも欲を言うとね、はい、もうちょっと、はい、大きい魚を釣りたかったですけど。いや、あのね、あの動画内には収まらなかったですけど、50センチぐらいのね、
ボラがね、なんかとんでもないのがね、とんでもないやつがね、サビキにかかったんだよね、一回ね。かかったんだけど、ちょっと、ね、お前バカだからそのあげようとして当てちゃった、ね、バラしちゃったんだよね。あれが釣れれば本当にバズってたよ。あれが釣れたらもう目玉でしたよ、うん、今回の目玉だった。しょうがない。で、勉強になったからね。勉強になった。今度はもう、うん、自分であげようとしないでタモを使ってね。そうだね、うん、頼んで、はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、はい、というわけで、寒さをね、癒しにちょっとラーメン焼きました。で、今日もね、MVP のメガネさんにですね、あ、そうですね、今日の持ってきましたよ、例のブツを、ね、あの、サビキ釣りで、結構釣ったからね、うん、何の仕掛けを使って釣ったのかっていうのをね、そう、ちょっと紹介しようかなと思って。どうぞ。あ、すいません、失礼します。あ、ここにタバコの喫煙所があるんですね。分かったっす、優しい、喫煙者に優しい。喫煙者に優しいですね、トンタさんですね、はい。まあ、中は撮影禁止かもしれないけどそうそうそう、外で、ね、込めないんでカメラね。で、今日、はい、本題ですね。俺が使ったのがこのリアルアミエビってやつで、リアルアミエビ、本当は小アジ用の4号の結構ちっちゃめのやつ。もうそう、ちっちゃかったんだよね、うん、かなりちっちゃいやつで、うん、針もね、結構真っ赤で本当にエビっぽかった。そうそうそう、疑似餌の色が結構、俺らが使ってるのは結構ピンク色だったんだけど、あのメガネのはね、そうそうそう、結構真っ赤みたいな、ね、真っ赤みたいな。だからそれでアピールできてたら面白い、うんうん、これに下にカゴ、もう普通に売ってるカゴ、プラカゴつけて、そう、つけて、うん、餌なしで、ね、餌なしで何もつけずに、うん、普通にしゃくってると、そう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 、めちゃめちゃ食いつくと。いや、本当にさすがっすね、これ結構ね、本当におすすめかもしれないです。おすすめ。これいくらですか、ちなみに。これ多分400円ぐらいじゃない？400円。わかんない。結構高いですね。でももう、でもそんな高いなりの。そう、結構ね、高いやつ選んだ気がするんだよね。高いけどいいかっつって。竿、うん、はしょぼくても、はいはい、竿はしょぼくても餌が良ければ釣れます。うん、これ仕掛けだろ、これ。仕掛けです。餌じゃねえだろ、すいません。竿が投げ竿だろうが、そう、なんだろうが、なんだろうが、仕掛けが良ければ、仕掛けが良ければ大体釣れます。なるほど。つまりこ この仕掛けはね、ケチらずに、そうそうそう、いいの買った方がいいらしいですね。ぶっちゃけ魚に見えるのは、はい、その針だけだから。ああ、そうだ、針が一番重要っていうからね。そう、いや、でも本当これのおかげで俺はもう次からこれを愛用するんでこれね、これ愛用してくんで、はい、リアルアミエビこちらですね。まあ、結構ね、坊主の人も使ってみたらいいかもしれないです。ああ、初心者はじゃあおすすめですね、うんうん、ぜひ釣りたいなら、はい、というわけでございました。商品紹介でした。はい、またね、また来てね